イッパチン外 FC はブラジルミナスジェライス州イッパチンガを本拠地とするサッカークラブである。2013年はイッパチンガからベチン移転しベチン EC と改名していた。1998年にミナスジェライス州の別チームのクラブ経営に携わったことのあるイタイルマシャドが会長に就任し、スタッフにスポーツや運営の指揮者や企業家を集めて、 スタジアム改修をはじめとするチーム近代化を行う。元々のチーム創設は1914年であるが、全室用に1998年に実質的にプロ化したチームであり、それ以前とは全くと言っていいほどに違うクラブ組織になったため、1998年5月21日を公式な創設年月日としている。当初から、 同州のクルゼーロを中心に伸び悩んでいる選手や能力はあるものの、チーム事情により出場機会に恵まれない選手などをレンタルを含め獲得。他チームでは腐りかけていた中堅選手や実戦経験不足などの理由でレンタルされてきた若手などが奮起し、早速1998年にはカンピオナートミネイロ2部で優勝。 2005年には多くの選手のレンタル元であるクルゼーロを破って、カンピオナーとミネーロ一部で優勝している。なお、現時点でも再生工場のような立場でありながら、結果を残し、2007年にはカンピオナーとブラジレーロセリエ B で2位となり、2008年はセリエ A で戦う。メインスポンサーはウジミナスで、2008年から、 ウジミナスの出資会社の一つである新日本製鉄が、スポンサードすることになった。2012年12月6日、ベチン A 店舗、クラブ名もベチン EC と変更。2013年11月21日、わずか1年でイパチンガへ戻ることとなり、クラブ名も元のイパチンガ FC へ再変更された。2013年シーズンは、カンピオナーとブラジレロセリエ C を8位で終えたものの、 重大な違反行為があったとして、翌2014年2月18日に、スポーツ司法上級裁判所からセリエ D への降格処分及び、米3万ドルの罰金を科された。なし1違反行為によりセリエ D 降格処分。ありがとうございます。